とても興奮してます。絶対あれだな。コンサートでしょう。今日はラジオです。今日なんかお腹壊し、そんなめっちゃお腹壊してないっちゃけど、なんとなくお腹が空かないかった。 あんまり。今日めっちゃ夢でお腹壊してる夢見た。夢で消化されたのかな。アレンさん、はじめまして、こんにちは。尾上みずきです。よろしくお願いします。唇はね、全くもう戻った。昨日赤かったけど。トーク会か。トーク会めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。あ、りんちゃん、ホールケーキありがとうございます。パラ86さんもありがとうございます。もう寝る体勢？私はこれ終わったら、はい、あの、配信終わったら、お風呂入って寝まーす。おみちゃんも会いたいんだよ。こんばんは、ダマさん。全然工事してない、もう。今日も寒いね。はあ、ドラマ見てた？ドラマ見てました。ドラマ、ドラマ、ドラマ見てた。星降る夜にっていう、え？星降る夜にっていうドラマ見てた。2月は応援します。 いいなぁ、トーク会。今日あったかい？マジ？相棒ちゃう。え、今日あったかいの？私ずっと布団羽織ってる。羽織ってるんだけど。寒くない？あったかいの今日。嘘じゃん。辛くなかった件について、それは嘘です。めちゃくちゃ辛かった。一生食べん。 もう一生食べん。こんばん、渡辺。こんばん、渡辺さんですか、まさか。星降る、何それ。星降る腕輪、何それ。星降る夜にっていうやつだよ。10分で水なしで食べたんだけど。絶対嘘だよ。10分って私3時間かかったのに。風強かったのか。外出てないや、今日は。道行きおじいちゃん、こんばんは。南風だったから。え、そうなの？え、忍者のやつはいつ会ってるんだっけ、あれ。あれ、木曜じゃない？あ、なんかツイッターでもさ、結構いろんな人がつぶやいてた。花粉が、もう、花粉ですって。あ、でも10分で食べたら確かに辛さ感じらんかな。全部詰め込んだら。どうやろう。キャベ太郎は言いません。ワンピース一緒のお願いだから。 いいじゃん。木曜だよね、忍者。確か。こんばんは。花粉多いの今年。え、そうなんだ。巻物？なんでそれは。あざとかわいい尾上さん、こんにちは。大学2年の1年間だけ花粉。治るんだ。突然なって、突然治るんですか。よかったね、1年だけで。 結構大変ですよね、花粉症の方。私全然花粉症じゃないからあんまりわかんないんだけど。カンタロウさん、パンピありがとうございます。ハートたくさんありがとう。ありがとうございます。え、マジ？ここ10年で最大だって。え、なんか靴下がよれてるな、この靴下。めっちゃよれよれや。ここ
10年で最大今年の花粉症あ花粉じゃあさ今年花粉症になりましたっていう人もおるかもしれんね。結構前髪ないわ今前髪ない。突然治るんだね。スシローでいたずら、スシローだったっけ、なんか回転寿司でさ問題なってるよね。なんかなんで あんなことするんだろうねすごい当たり前のことをなんであんなことするんだろうね。ダメですよ、ちゃんとあんなことしちゃ。ジム帰りな、お疲れ様です。ジム通ってる人本当すごい。私は最近筋トレやめちゃった。めっちゃハマってたんですよ2022年。最近やってないな。一回やらなくなったら結構やらなくなっちゃうね。やり始めたらめっちゃやっちゃうんですけど。おみちゃんは花粉症じゃない。醤油ペロペロやばいね、信じられないんだけどペロペロ水着は嫌だ。お赤ちゃん、お赤ちゃん多すぎ多すぎ多すぎ。おでんツンツンとかもあるしねありえないんですけど。 NK さんファンピありがとうございます、ありがとうございます。ファンピなんかちょっとずつ増えてるな、嬉しい、ありがとうございます。レンのお寿司にわさび乗せないでくださいえそんなこともしてるの。あんまさ、なんかあんまよく見てなかったけど動画とか、なんか迷惑行為を したみたいなことは見たそれだけしか知らん。リップはペロペロしてるエクササイズ微妙にやってるのけど、どういうことエクササイズ、あの最近マジで何もやってない私。2023何が、もう太っちゃったんですよ正月で。お正月しょあのお正月お正月太ってなんかくびれがなくなっちゃったそしたらあのエクササイズも筋トレもやる気ゼロになっちゃった。わかります、すごい痩せてるとさ、なんかくびれとかさ、なんか細い薄っぺらい自分いいなーとかいう気持ちになって、あのいっぱい頑張っちゃうんですよ。エクササイズとかあの筋トレとかね。で太ってなんかお腹がちょっとプニってし始めたから、なんかどうでもよくなっちゃったってなったんですけど、まあ痩せたらもうまた再開します。結構私お腹プニプニなんだよねバケツめっちゃね荷物やん。なあちゃんもしかしてフビティさんって、そうくびれないんだ。なんか私って骨格ストレートっていうものなんですね。骨格ストレートっていう骨格なの。エクササイズ担当だったの私。もう一回やりたいな、あれすごい楽しかったんだあの撮影。あーステディまた乗りたいな。でそれでね、それでね、あの私骨格ストレートっていうあの骨格なんですけど、骨格ストレートはねあんまりこうくびれが出にくい体型っていうか骨格なんですね。骨格ウェーブとかナチュラルとかあるんだけど、ストレートは結構ストーンってしてるから、わかる人いるかな。そうだから足とかも結構まっすぐなんですよ、わかる。だからなんか私の足なんてそんな知るかって感じだと思うんですけど、結構まっすぐなの。そう全身なんかあのあんまりこうウェーブとかじゃないけん、ストレートって感じです性格はウェーブ、性格もストレートですよ私結構性格も骨格もストレート。骨格ストレートのいいところはね、足が長いところ
骨格ストレートって調べたら結構出てくると思うけど、特徴が足が長いっていうか腰が高い、腰の位置が高い特徴があるらしい。あとは、でもそれぐらいじゃない？いいところ。マイナスポイントしか見当たらないんだけど、私的には。胸厚？そう、なんか、おっぱいが大きいとかちっちゃいとかに関わらず、こう、厚さがあるの。厚さ？胸が厚みがあるから、厚みがあるの。だから、あんまり、おっぱいが大きくなくても、なんか、なんとなく、ふくよかに見えるっていうか 難しいな。そう、っていうのがあるんだよ。足はまあ、オスグッドはね、ちょっとね、オフサイドしてる。お水着、人中ストレートで 人中は大体みんなストレートじゃね？ 面白い。ありがとう、ケイさん。そう、ナチュラルですか？みんなも何なの？みんなの自分の骨格してる？私、足が長いだけが特徴なんだよね。それ以外特にストレートでいいなと思うとかあんまりない。うん。残念ながら。あと首があんまり長くないの、ストレートさんは。結構。首がない。首がないのよね。ウェーブだっけな。骨格ウェーブの方が首が長いのかな、確か。私、あんまり首が長くなくて、足が長いパターンなの。だから、全身見ると、細いなって思われるかもしれないけど、その配信とかで上半身だけ映してると意外とあんまり細く見られないっていう。そう、だから私はタートルネックとかがあんま似合わないんですよね。似合わないっちゃ似合わないのかもしれないけど、あんまり気にしてないんだよね 私は そう、似合わないって言われるんですよ、世間一般的には。骨格ストレートの人はタートルネックは似合わないみたいに言われてるけど、私は気にせず、まあ、着てますけどね。もうそう言われると、顔生えてないのかなとか、スタイル悪く見えるのかなって思ったりもするけど、うん、難しいね。ジンさん、ファンピンありがとうございます。ありがとう。そう、ナダルさんみたいなね、白のね、タートルネックとか、着たいんだけどね、確かにスタイル悪く見えがちかもしれない。はあ。海の足と手は小さい。そうでしょ？手足ちっちゃいのも、確かストレートの特徴だった気がする。うん、ユキナとか首長いもんね。ユーカリンも、確か、ユーカリンはね、ウェーブなんだよね、骨格。ナダル知らない人いないでしょ？ナダルさんって、ナダルさんでしょ？コロコロチキチキでしょ？コロコロチキチキでしょ？ OMO おもさん？はじめまして、こんにちは。尾上みずきです。よろしくお願いします。そうそうそう、ユーカリンとかすごい綺麗だよね。綺麗なウェーブ。あ、そう、ヤッペッツォっていう方ですね。うん、そうだよ。コロコロ PK じゃないや、コロチキです。誰それ？相浦秀樹。誰？やばい、キモい、笑わないで私。ね、なんかさ、めっちゃ今笑顔でめっちゃニコってしたらさ、メガネが浮いたの。なんで？キモいんだけど、なんかメガネが上に上がった。何か顔触ってないのに。どんな笑い方したらメガネ上がるんですか、上に。信じられない、びっくりした。面白いね。
ユーカリはでかい属、でかいでかい一部でかいだけで、なんかその全身でかいみたいなさ、太ってる人みたい。いやそんな言ってる。楽しいです、一人で楽しんでます。なんかわかんないけど、まあメガネが上にピョコンって上がった、面白かった。はい今あ、分かった、下向いとけんか。今ね、あの下向いて配信してるんですよ。ソファに座って携帯を膝の上に置いて、布団を上からかぶせてくるまって下向いて配信してるの。だからメガネが上がったのか、めっちゃ面白い。うん、キツでかいよ私。あ、でもキツでかいのもストレートの特徴なのかな。え、誰かさ、スマホ、あ、私スマホ持ってたわ、ちょっと調べてみよう。あ、充電されてなかった。あ、あったあった、骨格ストレートの芸能人を調べてみよう。朝青龍、朝青龍さんですか。布団入ってないよ、ソファにおるだけ。あのこれ布団場、布団場、あの何、布団、布団じゃない、ブランケットば上からかぶっとるだけ。何やったっけ、骨格ストレート芸能人。うえ、すごい、骨格ストレートの芸能人で調べたらいっぱい出てくる。石原さとみさん、長澤まさみさん、広瀬すずさん、広瑞アリスさん、武井絵美さん、橋本環奈さん、米倉涼子さん、海老原ゆりさん。すごーい。ソファーのボタンもう取るよ、手も取るよ。じゃあストレートの特徴を言いますよ。上半身、首が短い、鎖骨が見えにくい、バストの位置が高く厚みがある。そう、これによって厚みがあることによって、あの、まあプラスなんかな、私はあんま自分的には嫌だそれは嫌だな、私は。なんかね、上半身太って見えるんですよね。はい、次、手足、身長に対して手足が小さい。もうこれ全て私ハマる、当てはまるんですよ。なんか骨格ストレート、一部ストレート、一部ウェーブとか、一部ナチュラル、一部ストレートとか、結構あのミックス骨格の方とか多いんだけど、私もうすごいストレートがすごい、全部当てはまる。すごくない？手足がちっちゃい、身長に対して手足がちっちゃい。身長161センチで、足のサイズが 23.5 なんですよ。これは圧倒的ちっちゃい手足。そうで、手のひらの厚みがある、厚いっちゃん。二の腕の外側が張っている。これはちょっといまいちよわからん。二の腕の外側が張っているってどういうことかあんまわからんね。そう、しれっとキロ、え、言ったっけ顔の骨格はサークル、そう、サークル、骨格サークルです。顔は、そう、私は長澤まさみさんってことです。そういうことよ。で、手首が、手首が厚く細い。あーね、確かに手首細いよ私。じゃあ次、下半身、腰の位置が高い。まあこれはまあまあ確かに当たってる太ももが太く、膝下が細い。あー、めっちゃわかる。太ももが太く、膝下が細い、わかる。膝の皿が小さい、あ、これもわかる。ヒップの位置が高く、ボリュームもある。ほら、ケツでかいって言われとるやん、書かれとるわ。ヒップの位置が高く、ボリュームもある。だってそんなね、よく、そんなよく言わんで、ケツがでかいって書いていいといいね。まあ、太ももも多分体重がそこまでないから太くないだけで、めっちゃ体重増やして50キロ台に乗ったら、多分太もも普通にプニプニすると思うな、私の骨格的に。うんうんうん。膝が出て
電話あった。リュウさん今日さ3回も4回も電話かかってくるんだもん。ドラマ見てるときに、ドラマ膝が出てる、オスグッドがあるイコールストレートじゃないのよ。で次質感、筋肉がつきやすい。どうなんだろう。あでも腹筋とかも1ヶ月ね、 1,2 週間ぐらいで腹筋ついちゃうぐらいだから、確かに筋肉はつきやすいとかもしれんね。リオンさんファンピありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい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 。秋風さんもこんばんは。水着配信夏やろ、やるならやる予定ないけどさ、おみちゃんと話したいらしいわ。美容室2回行くのも関係ないね。そんなだって肌に弾力と張りがある。弾力あんのかな、張りはあるかな、確かにって感じでした。骨格ストレートに似合うコーデトップ3を発表しますよ。1、単性シャツ、単性シャツかけるチェック柄タイトスカート。へえ、タイトスカート合うんだ、意外だった。ジャケット、キャミソール、ロング丈タイトスカート。ああそれはそうだわ、ジャケット似合うんだよね私結構。次 V ネックニット、レギュラースストレートデニム。ああはい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 、わかる。ワンピース編、いろいろあるぞね。なんかね、単性ってこの単性、単性シャツ、単性シャツって書いてあった。骨格ストレートは女性らしいメリハリボディが特徴的な一方で、ワンピースのチョイスを間違うと着太りして見えることも。なになに、なんか入ってきた。なんやこのコメント、すぐなんでやねん、なんでやねん、コメントしないで、なんでよでですか、本物のお水木ずっと本物やん。そのコメントした途端本物になるの何、ティーラード、ティーラードってなんかな、そうなのかもしれん分からんけど。レオさんはじめまして、本物のお水木ですよ、ずっと無音で、はい、あの配信見てる人とか楽しめるね、これやったら何パーセント尾上瑞希。こんくらい誰だおもしろいな。うん、どちらさん、偽物こんばんは、しんさん。まあそんな感じですね。スカート編、タイトスカート似合うんだ私、意外だった。マキシスカートラップスカート、すごい。ストライプ似合うっていうか私好きだな確かに。あフォローしてくれたかっちゃん、りんちゃん、なんで今このタイミングな、自分のことおみちゃんって言いたいな。そうなんよ、最近すぐ言っちゃうんだよね自分のことおみちゃんがね。でもあでも家族の前でも言ってるわいやウリントさんやめなさい、偽物じゃないでしょこんな、本物だびょーん。家族の前でも結構おみちゃんってこう言っちゃうの、うわー痛い痛い。面白いね。
こりゃ偽物。偽物じゃないもん。本物だもん。もももももも、ま、え、尾上瑞希ちゃんダビョンとか言わんと。え、瑞希ちゃんはこんなこと言いません。じゃあもう一回。ほう、うん。やばい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 。難しか。うわー、コメント送るのって難しいとね、すごいわ。あ、スポーキーさん、はじめまして、こんにちは、尾上瑞希です、よろしくお願いします。すごか、コメント打ち切らん、うず。辛口カレー配信、いえ。辛く、私、あの、スピード遅い？え、あの、打つの遅いとかな。マシンガンコメントマシンガンコメントできてないわ、めちゃくちゃ遅い。あ、やばい、ちょっと待ってね。ね、コメント難しいっすね。すごいな、みんな。だって私、超タイピング遅いことに気づいた。ちょっと、はい、おしゃべらんけんね。なんか、久保くんがありが、翔一郎へ。ありがとうを送りました。面白いな。あー、弱い、追いに合わないありがとう、ありがとうって何なのいや、そうないよ、なんか入力邪魔されてんだけど、そのいいありがとうがすごいね、あのなんかすごい視界にめっちゃ入ってくる。前回イベントはね、ちょっと待って、ちょっと待っとってね。あ、ちょっと待って、それも、楽しいね、でも結構。あ、りんちゃんち、これアットマーク何にむずいんだけど。りんちゃんち、ありがとう。オッケー。スライムさん、はじめまして、こんにちは、尾上瑞希です、よろしくお願いします。入力遅い、
時間かかるさ。スライムさんフォローありがとうございます。今ねなんかねあのコメントをあのやってみようっていうあの企画企画ではなんではないそうだよ。え、王子さんのさそのいつも使ってる絵文字ってどれなんだろう。ちょっと待って探したい。あ、見つけちゃった。これだ、これやな。ジャストアンイングリッシュコメントポジションする。はいはい。あー難しいね、難しか。よしよし。じゃあ、え、これさ絵文字って打てるの。あ、打てるか、さっき打ったか。じゃあ今から一番じあ一回も今まで一回も使ったことない絵文字をここに打つけん。人生で一度も使ったことない絵文字を打ちます。これね、これ何ね、誰かこの絵文字の正体知ってる人いる？ちょっといい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 、みんな打たなくていいわねえ、何だと思う？この絵文字何？知ってる人いる？スタジアムよく使ってるじゃん。その壺何？月？月っていうあるんやね。ねえ、ちょ、誰も聞いてないやん、私の話。誰か教えてよ。で、この絵文字なんか知ってる人おる？誰かが教えてくれるまで永遠に打っちゃう。何これ？何の絵文字なの？これは。これなんだろう、ピーナッツかな。で、何フォーチュンクッキーって。え、フォーチュンクッキーって何？フォーチュンクッキーって何？フォーチュンクッキーって私架空の名前やと思っとった。恋するフォーチュンクッキー。え、フォーチュンクッキーって何だ。フォーチュンクッキー、え、何それ、全然違うやん、全然違うやん。あ、ほんとだ、フォーチュンクッキーでこんなクッキーなんや。へえ、ありがとう。フォーチュンクッキー知らなかった、今知った。じゃあ今からこれどこの国でしょうゲームしよう。みんなでカンニングは禁止よ。私は答え知らんけんね。じゃあよーいドン。はい、この国どこでしょう。すいません、ドイツまだ言ってないし、まだ送ってないし、しかも誰も答える気ないし。え、なにこれ何の国旗か知らん。国旗はお手上げこんばんは、うちーさん。今ね国旗ゲームしおるラオス、嘘だ、絶対調べよう。さすがにわからんか。じゃあもうちょっと簡単なのにするわ。よーいスタート。あ、これわかるでしょ絶対みんな。私でもわかるけん、これわからんかったら私より AHO ってことで。え、誰もわからんやん。私みんなより頭いいってことでいい？え、わからんとはいいんだこの国旗。私これだけはね絶対知っとるっちゃね。ちっちゃい時にこれだけ覚えたことがあって。正解、ブータンでーす。そう、ブータンの国旗だけはなんかこれ懐かしいでしょその絵文字って私今でも出せるのかな。あ、出るわ、イエーイ。世界一幸せな国。え、そうなんですか。あ、ブリントさんと並んだピータンじゃないわ、ブータンやわ。世界一幸せな国なの、ブータンって。
ブータン。なんで幸せなんですか、ブータン。なんで幸せなの。本当だ、幸福度1位を誇る国ブータン。へえ、すごい。なんでなんだろう。ね、そうっぽいよ。そうっぽい。なんか世界一幸福な国だって。幸福度ナンバーワンだって。何、幸福度ってさ、日本が一番いいじゃない。なんでブータンなん。ブータンってアジアですか。ブータンって日本人みたいですね、結構。アジアじゃん絶対この感じは。違う、日本はだいぶ低そう。え、そうなんだ。めっちゃ幸せけど。みーちゃん、みーちゃん、自分のことみーちゃんとか言っちゃった。超久しぶりに言っちゃった。私ね、小学校6年生まで自分のことみーちゃんって言ってたんですよ。え、みーちゃん幸せばよ、めっちゃブータンってどこにあんだっけな。地図で見てみよっか。ウータンは海の友達。ウータン、リュウさんのこと。リュウさんのことで7歳ぐらいまでウータンって呼んでた。リュウさんって言えなくて、ルーちゃんルーちゃんって言って、ウータンウータンって言ってた。みーちゃんやで。下から数え、そんな日本ってなんか、え、そんなの。み、幸せなのみーちゃんだけ。え、そうなの、みーちゃんだけなの。なんか、なんかごめんじゃあみーちゃんの幸せみんなに分けるけん、一人50% ずつぐらい分けても全然いいわい。そろそろ休憩。何休憩ってお水木いるから幸福度世界一。え、そうでしょ、日本が日本が世界一じゃん。やったお水木の、お水木がいるからちょっとこの会話が世界一幸せやね、この会話がブータンはインドと中国に挟まれて。え、そうなんだ。やっぱりなんか、あの、中国っぽい日本っぽい顔の系統だった。みーちゃんが幸せならそれでいいよありがとうございます。なんか、何、水着干からびる。なんで干からびる、ミミズなん私なんでカラカラになるの。あー、みんなに幸せ分けすぎて。ブータさん、はじめまして。はじめましてじゃなかった全然はじめましてじゃなかった。ちょうど今ね、ブータンの話してたの。ブータンの話、ちょうどとはちょうどとは、そう、今ね、ブータンの話してたんだ。じゃあ次の国旗いきますよ。みーちゃんかわいい、ありがとう。ケイさん、ありがとう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 。じゃあ次の国旗はこちらです。じゃん、なんかすごくない。調べてみよう。あ、ブリントさんのは香港ですね。難しかろう。ディズニーランド、国やった。ちょっと待って、調べてみる。小さくて分からんか。え、待って、答え出れそう。確かにね、国旗書くのめっちゃむずそうだよね。調べてみるけん。うわ、あ、え、見つけた、見つけたよ、みんな。今のこの国旗の名前、これこれこれの国旗。え、何これ、初めて聞く国の名前だ。初めて聞く名前ですね。あれ、どっか行っちゃった。え、これ国じゃなくない？インディ・ジョーンズじゃない？アメリカ領バージン諸島だって。はい、
国じゃなくないこれ。じゃあ国じゃないじゃんこれ。国じゃないね。バージリ諸島。ふーん、五島の国旗ないよ。でもバー国じゃなかった。ふーん、国ではなかったです。じゃあ興味なくなってるやん。なくなってないよ。じゃあこの絵文字なんなんゲーム。え、なんそれ。久保くんの国国旗を調べるけ今から。水色、私結構ネット得意やけん調べるの。三角、黄色、国旗、これで絶対出てくるはず。水色、三角、黄色、国旗で調べます。ほーら出てきた。ラテンアメリカ諸国の国旗に見える。不思議なんだこれ。結局どこの国なん。セントルシア、セントルシアです。セントルシアです。久保くん、え、かっちゃんなんでしとっと。怖っ。かっちゃんなんでしとっとよ。まさか国旗オタク。調べ方は別雑でいいんですよ。みずきのね、あの Google の D 歴なんてそんなもんだから。おい、おみずきの D 歴、カエルの歌楽譜、カエルの歌歌詞、ドレミの歌歌詞、ジングルベル歌詞、みかんカロリー、真っ赤なお花のトナカイ歌詞だって。ブータン、フォーチュンクッキー、骨格ストレート芸能人、モーモーランド、フォーチュンクッキー、水色三角黄色国旗っていう私の Google の履歴でした。え、かっちゃんすごくない？めっちゃすごいや。え、マジで当たってるのそれ。え、マジマジマジえ、すごっ。何者なん。めっちゃおもろいっちゃけどめっちゃ面白い。あ、ネラネコさんこんばんは。え、マジでかっちゃんめっちゃ面白いそれ。え、何でも知ってるの国旗。じゃあ次これは、じゃあこれ東ティモール。何が東ティモール。え、どれのこと言ったえ、これ東ティモールなん。あ、フミティさんのがね東ティモールだ。すげえ。ね、私の国旗マニアだ。なんすごくない？カンニングショール、なんで人とそんな。まさか海外旅行にめっちゃ行きおるとか。え、私のチョイス変？私のチョイス変かな。そんな国は存在しません。なんでよ、なんでよ。ピエン。じゃあこれ何の絵文字でしょう。ぶっこちゃんありがとうございます。ぶっこちゃんハートありがとうございます。ぶっこちゃんありがとう、ハート。スイピエンってこれじゃないと。今日誕生日、マジ？ちょっとじゃあ待って、野良猫さん、よし、このテキスト文でも送るけん。難しい、打つのマジで難しい。じゃーん、
野良猫さん、お誕生日おめでとうございます。今日なの？2月1日？めっちゃいいやん。2月1日って覚えやすいし、めっちゃいいですね。めっちゃいいじゃないですか。それでは聞いてください。0時を過ぎたら一番に届けよう。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。あなたを取り囲むすべての人たちにも、ベリースペシャル、ベリースペシャル、ベリベリースペシャルデー。出会えてよかった、素直に言える、一年に一度のレシャー。で、歌えるようになった、この歌もついに。たくさんの素晴らしい出来事がわざわざあなたに訪れるように祈りながら、ハッピーバースデートゥーユー。バカバカバン。おめでとうの姉子さん、出会えてよかった。こちらこそおめでとうございます。おめでとう、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 おめでとうよ。おめでとうございます。よかった、言ってくれてありがとうございます。みんなお誕生日の時はちゃんと教えてくださいね。ちゃんとお祝いしたいから。あら、ありがとうございます。可愛い歌声ねって、ありがとうございます。嬉しい。最高って、よかった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 よ。おめでとうございます。やっぱお誕生日の方がいると配信も盛り上がりますね。まだ助かる、まだ助かる、まだガスカルですか。まだガスカル、まだまだガスカルです。わあ、テンションが上がりました。野良猫さんのお誕生日で、ありがとう。ラブリーなコニー、ありがとうございます。2週間前、もっと前じゃない、もっと前じゃないか、そんなもんか。今日生まれてなくてごめんなさい。むずいやろ、そんな今日生まれるって。むず。その頃には LINE ライブなくな、そうだよ、 LINE ライブなくなっちゃうから、3月で。みーちゃんの衝撃だと時間あっても、ほんとね、もう50分やもん。あっちゅうまばい、あっちゅうま、あっちゅうま。楽しかったね、今日もたくさんコメントして。楽しかった、今日も楽しかった。今日のまとめは、あのコメント打つのが難しい。コメント打つの難しいですね、結構。コメント打つのむずい。難か、コメントいっぱいでしょ、本当ありがたい。まあそのうちの20ぐらい私なんですけどね。700中20とか。昨日ね、あのピエロじゃなくて、おたまとやりすぎて、あのね、寝るまでね、あの左手痛かったもん。でも朝起きたら治ってた。ちょっとあれはちゃんと準備体操をしなきゃね。野良猫さん知らなかったの？そうだよ、3月になったら LINE ライブ終了しちゃうんです。だからお水着どこに行くかまた発表しますね、今度。そうだよ、ガンフォールのやつやん、なんそれ。プロの演者目指しょ、引退スペシャル。寂しか。でも配信はやめんけんね、全然配信はやめません。どこにも行かず、お別れだったらどうしよう。
それはないです。おみちゃんは配信し続けます。よかった。変身？なんで変身すると？丸いってさ、何？どこ行っても楽しそうって、ありがとうございます。し、楽しい、あれ、ランキングもコメント？あ、めっちゃいいやん、それやってみよう、時間あるし。じゃあ行きますよ。第1位、かっちゃん。めっちゃ適当 にしたら、や大きくなった。くぼくん、あ、ちょっと難しいだから、ありがとうございますまで言わなきゃいけないもんね。ありがとうございます。りんちゃん、でも時間あるけん大丈夫だよ。りんちゃん、次こまちゃん、配信する？しないよ、もうこれでおしまいだよ。お風呂入らんといけんけん。次プリントさん、次、いちいち開かないといけないからね。誰やねんこれ、マリウスホイブオラーテン、誰？なんか、マリウスでいいや。じゃあマリウスさん、マリウスさん、誰なのこれ。当てるよ、インテリアクザさんちゃう？次エレメンツさん。え、変身しなすぎてこうなのか。変身しなすぎてこうなのかもしれん、もしかしたら。次、本当に遅いんだよね私多分。たーちんさん、え、音聞こえなくなったの？え、嘘やろ。え、なんで今まで喋ってたのに。そんなことあります？じゃあ続いて第12、あ、聞こえてた、よかった。次第最後、イエーイ終了。皆さんありがとうございました。あ、聞こえになった、よかったよかったよかった。皆さん楽しかったね、今日もコメントで。初めてこんな打ったわコメント。とりあえずコメントは難しいってことですね。むず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 、時間配分良きすぎた。今日一番優秀やったわ、おみちゃん。工事は終わんない、やってないの。工事は休み。楽しかった、嬉しかった、おめでとう、おめでとう。新ギャグ、新ギャグとかないわ。そんなんないわ。そう、こんなゆっくり読んだの何年ぶりだ。え、ナンバーコメント、こう、私のコメントが遅いってこと？コメント早く打てるようになるぞ。新恋人なんだそれ、何の話やねん。ん、あ、ランキングね、ランキング。ゆっくり言えてよかったねえ。今日も
配信は不意心になってる。見てくれてありがとうございました。あ、タチさんありがとうございます。楽しかった。私も明日も頑張ろうね。あー、ガニメデさん遅い終わっちゃうよ。おやすみ。あ